安倍内閣総理大臣。ただいま経産大臣から答弁をいたしましたが、30年40年かかると見込まれている福島第一原発の廃炉についてはですね、より着実に前進をしていくように、廃炉が進められるようにですね、新たな支援体制を構築する必要があると考えています。その際に賠償円滑化のためにですね、東電に資金援助を行い、そして経営全体を監督をしている原子力損害賠償支援機構が事故炉の廃炉に対する技術的支援を行うことが適切であると僕を考えているわけでありまして、このため電廃機構を拡充をして事故炉の廃炉支援業務を追加することをなどを定めました。原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を今国会に提出をしたわけでありますが、今回の法改正はですね、国からの新たな資金援助スチームを設けるものではありません。今回の法改正によって新たに国費投入を行うものではございません。松田幸太君。はい、お金に色はつけられないと言いますけれども、なんとなく今の状況というのはやはり私はあやふやで、どの部分までが東電でどの部分までが国なのかと、これがちょっと分かりづらい状況になっているんじゃないかなというふうに思います。午前中のですね、この委員会でも新井委員からお話がありましたけれども、誰が責任者なんですかと、こういうことじゃないかなと思うんですね。であやふやな状態で私は、例えば東京電力を救済するためにですね、原理原則これを曲げるのはもうやめるべきではないかなと、このように思っております。そういったものをクリアにしてですね、日本の電力市場を、真に、改革する、最終的にはその所有権分にまで持っていくというための、スキームを私は先ほど来から先日来からずっと、ご提案させていただいているわけですけれども、ぜひこのですね、スキーム、もう一度これお願いなんですけれども、その不足、原子力損害賠償支援機構法の不足第6条2項にあります通り、これはですね、そろそろその見直すというのが前提になっているんじゃないかなと思いますので、ぜひこの見直し作業をもう一度していただきたいなと思うんですね。ぜひ外部のですね、有識者、私の提示しているスキームと全く一緒ではありませんが、似たようなスキームを提示されている人たちが非常に多いものですから、こういったスキームをぜひ考え直すと、もう一度検討するということをですね、政府でやっていただきたいと思うんですが、総理いかがでしょうか。茂木経産大臣。賠償についてはまずですね、被災者の皆さんに寄り添った丁寧かつ迅速な賠償を行っていかなければいけないと思っております。同時に廃炉汚染水対策につきましては、これは与野党ない、さまざまな提案につきましてですね、きちんと受け止めをさせていただきたいと思っております。賠償そして廃炉等に関しますスキームにつきましては、こういった福島の復興、これを加速する、こういう観点から進めておりまして、適切なスキームであると、このように理解をいたしております。松田幸太君。時間が来ましたので終わりとさせていただきますが、本当は最後に集団的自衛権についてお聞きしたいと思ったんですが、総理行使にご同心配無用かもしれませんけれども、ぜひ集団的自衛権、これぶれずに曲げずに崩れずにやっていただきたいと思います。最後申し上げて終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。以上で松田幸太君の質疑は終了いたしました。次に二比総平君の質疑を行います。二比総平君。日本共産党の二比総平でございます。イラク戦争にあたって政府